橋本環奈女優、橋本環奈がヒロインを務める NHK 連続テレビ小説、おむすび、月土曜前 8.0。橋本演じる福岡県の糸島で育ったギャルのベー、タユイが栄養士となり、現代人が抱える問題を食の知識とコミュ力で解決していくオリジナル作品だ。公式インスタグラムが4日更新され、次週7から11日放送の予告動画が公開された。おむすびの記事はこちら。次週のタイトルは、ギャルって何なん？予告動画は、ケツがひょんなきっかけから加入した、博多ギャル連合、ハギャレンのメンバーが街角でパラパラを踊っている、シーンから始まる。たまっちこと、佐藤たま子、谷藤美咲が中心になって踊るのを、メンバー以外のギャルが解説。たまっち、うまくない？あの人ダンサーなんだよと話す。また、裸足に大きな筆で書道パフォーマンスをする書道部の上級生、風見涼介、松本玲生の映像が出てくると、ギャルなんかより書道部の方が好きやんというケツの声が重なる。福岡聖光に野球留学している1年生投手、四木翔や佐野勇斗が試合で力投しているシーンも登場。ケツの祖父、長吉、松平健がまさに超高校級やと感心する。そして、ケツの父、成人、北村幸也が、でも、もう後悔したくないやとつぶやく。シーン、最後には、ケツが、うちはお姉ちゃんとは違うと困惑しているシーンが流れて、予告は終了した。フォロワーからは、携帯の赤外線やパラパラ。懐かしすぎて、楽しいです。第2週も、ケツちゃんたちのさらなる活躍が楽しみです。ザ、青春、な予告。恋に友情に、野球、といった感想が寄せられている。また、これはこれで楽しい。前作の、虎に翼みたいな重厚感を求めちゃいけないし、比べちゃいけない。でも、後から、シリアスなシーンが出てくるはずです。お父さんが神戸に帰りたがってますからねと今後の展開を推察する意見も上がっている。